徳川春貞は、江戸時代の、御三教の一つ、一橋徳川家の第二代当主。江戸幕府第八代将軍、徳川吉宗の孫で、第十一代将軍、徳川家成の実父である。一橋徳川家初代当主、宗忠の四、男として生まれたが、兄の松平重政と、松平重富が、越前福井藩を継いだため、法歴八年に着手となる。 宝暦十二年に元服、いとこで十大将軍の徳川家春より返気を受け、春貞と名乗る。明和元年、父、宗忠の死により一橋家を継承する。弟の春行は、福岡藩主、黒田継高の婿刑子となった。田沼沖継が幕政を指揮する中、一橋家には、沖継の弟今ことや、老井松室が過労となり、 一橋家家臣とも遠赤関係を築いていた。しかし春貞は、松平貞信の村、半田沼派の黒幕として運動し、天明六年、将軍、徳川家春が亡くなり長男の豊か地位を改め、家成が十一代目の将軍職に就任すると、沖継ぐの悲免田沼派の一層を行わせた。天明八年に家成は春貞を、大御所大遇にしようと抜格に持ちかけるが、 当時朝廷で、降格天皇が、実父、官員の宮介人親王に、大乗天皇の孫号を贈ろうとして、これに反対した老中の松平貞信と対立する、孫号一件が発生していた。その結果、春貞の王宝書待遇もできなくなり、春貞、家成不死の怒りを買った貞信は失脚した。文政元年に啓発して、僕沖縄とゴース。感学者、 五弓久文の文康氏公実録によると、当時その豪奢な生活ぶりから、天下の楽に先んじて楽しむ三王の一人に数えることわざが作られたという。後十一位純大臣まで昇進し、将軍実父として、牽政を誇り、没するまで幕政に、因然たる、影響力を持った。文政十年、七十七歳で死去し、後を、武ずを、歳氏が継いだ。 日付イコール旧歴。ありがとうございます。